いつもドックンって言ってくれるのにって俺思うもん。なるほど、ね、伝えるための錦戸だったんですけど、その時はじゃあドックン、あ、錦戸が全部すごい響いたな、あれは。あ、でも錦戸さんどんな風に聞いてたのって俺ちょっと思って、錦戸さん、
古いアルバムを開く無邪気な顔で笑ってるみんなが